海地の出雲、片越遺憾、伊豆、元加賀の航空母艦改修工事が順調に進んでいるようです。出雲は1回目の改修工事が終わったのですが、実は加賀のフォルムが急展開を見せているというニュースが入ってきました。艦上に備える滑走路は短いと危険なのは言うまでもありませんが、艦首の形も台形だと危険らしいのです。今回は伊豆、元加賀の改修について見てみたいと思います。どちらにしても運用開始はまだ先のようです。さて、令和5年度、2023年度の防衛費が過去最大の6兆8219億円になったことに驚かれた方も多いと思います。この予算の中には、海自最大の艦艇であるヘリコプターを搭載可能な出雲、片越艦1番艦伊豆、元2番艦加賀の甲板に F-35B 戦闘機を艦載機として運用するために、軽空母改修工事費用52億円も含まれているそうです。現在、この2艦の改修工事は段階的に進められているそうです。5年に一度実施される大規模な定期検査の機会に2回に分けての改修工事が行われるスケジュールになっていると聞きます。この F-35B 戦闘機はアメリカ製で短距離離陸と垂直着陸が可能なステルス戦闘機です。この F-35B を搭載するためには、様々に要求されるものがあり、例えば、着陸の際、下方へ1000度 C 以上という超高温のエンジン排気熱が噴出されるのですが、それに対して、甲板に耐熱処理を施したり、艦首の形を、現在の台形から四角へ変更する工事も必要になってくるのです。工事の進展状況ですが、まず、海ジオコスカ基地を母港とする出雲が2019年末からジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で F-35B 戦闘機が離着陸できるための最低限の改修工事が行われました。2年後の2021年6月末、1回目の工事が終わり、現在は通常の任務についています。もともと、この出雲、型には設計当初から、いずれは F-35B 戦闘機を搭載させることが前提となっていたそうですから、エレベータなど大掛かりな改修工事は行われなかったのです。この1回目の改修でなされた具体的な内容ですが、高温の排気熱に耐えられるように、飛行甲板の F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用スポットに、特殊な塗装を行い、耐熱処理や電源設備の設置を行うなど、インフラ設備を整えたというわけです。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線トムラインが引かれました。このラインは、艦載機が着陸する際、パイロットを導くためのもので、これは、アメリカ海軍空母や強襲揚陸艦と同じものということです。2021年10月5日には、伊豆、モノ発着艦試験が行われました。この試験には、実際に、アメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機を使用しました。パイロットは、前述の標識線、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しました。従来までは、ヘリコプターによる、回転翼機だけを運用していた海上自衛隊でしたが、これによって、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことになります。これは、まさに歴史的な出来事だったのです。この黄色いセンターラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインも引かれています。この紅白ラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、
中期スペースという目印のラインです。要するに、このトムラインに機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物に接触したり、干渉することはない、つまり安全ということになりましょうか。黄色いセンターラインと交差するように、別のラインが2本引かれていますが、F-35B が短距離発艦するときに、水力ノズルを下に向ける目安になるものです。また、甲板に機体が着陸するときの輪止めも設置されています。オーバーランしたら、とても危険ですからね。今回の改修工事では外観、形状変化はなかったのですが、F-35B を安全に運用するために、艦首部分の変更が予定されています。現在は、飛行甲板の先端部は台形なのですが、艦首部分を四角形に拡張し、滑走路を延長し、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されているのです。F-35B 戦闘機は、ストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦する際は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというのです。そのため、次回2024年度末から始まるイズ、モノ第2回改修工事で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されています。この工事は、2026年度中に終了する見込みとなっています。一方、2番艦加賀ですが、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、軽空母化の1回目の改修工事に入っています。この工事で、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などを行ったということです。加賀は、元も先が細くなっていく台形の艦首ですが、航行していると細くなっている先端部に乱気流が発生し、短距離発艦時に F-35B が危険なため、伊豆、最寄り先に、艦首形状を四角形にする、拡幅工事が行われました。1回目の改修工事は、2023年に終了予定。2回目の改修は、2026年と2027年度に実施される予定になっているそうです。加賀は、2回目の改修に向けて、まずは発艦誘導装置を設置することになります。発艦誘導装置は、レイセオン社製のもので、F-35B などの航空機を、悪天候でも、GPS 衛星信号と抜き性航法システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦を、あらゆる天候や海面状況でも、自動的に、着艦を誘導するシステムです。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦にも配備されていて、イギリスやイタリアの航空母艦にも提供されているとのことです。このシステムを伊豆、元加賀の両艦に搭載する予定になっています。運用しようとする F-35 ライトニング 2B 戦闘機ですが、短距離離陸、垂直着陸可能な戦闘機と知られていますが、システム的には垂直離陸も可能と見られていて、万能戦闘機という定評がある機体です。とはいうものの、搭載できる燃料や兵装の量から推理すれば、離陸時の負担が少ない短距離離陸で運用するのが最適と考えられるのです。F-35B を運用するため、アメリカ海軍は、ワスプ級強襲揚陸艦から、艦首部分が四角形になっているので、今回の出雲、型の改修工事で、アメリカ海軍と同じ形にすることによって、相互運用を想定したものではないかと思われるのです。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは、F-35B を艦載機としている航空母艦ですから、スキージャンプ式の滑走路を備えることが、
F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっているのです。しかし、出雲、矢加賀が改修工事の後、F-35B 戦闘機を搭載したとしても、ヘリコプター運用を重視することに変わりはありません。対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部に対戦戦闘用の大型ソナーを設置しているのです。ここに、スキージャンプ式の発艦装置を設置したら、艦艇のバランスが悪くなることが不安視されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなってしまう、トップヘビー状態になる可能性も考えられるのです。そんな状態では、仮に台風に当たったり、荒天時に波の影響を受けたら、艦が転覆してしまう恐れもあります。日本政府は F-35 ライトニング 2B を艦載機として常時運用はしないと明言しています。従来通り対戦ヘリコプターを搭載して運用する予定ということなので、伊豆、本加賀の2艦にはスキージャンプ式発艦装置を設置することはないようです。伊豆、モノ飛行甲板艦首部分を四角形にする改修工事は、まだ残っていますが、現在の計画では F-35B を艦載機として運用するための認証を得ようとしているので、運用そのものは問題ないと考えられます。認証ですが、出雲が2022年内にアメリカ東海岸に赴き、F-35B の運用の認証を得た上で、2025年に残りの改修工事を行い、2027年頃の稼働という想定がなされています。一方の加賀は、2024年内に F-35B の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終わり、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと推定されています。最初に F-35B が配備される基地として、宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地とされ、必要に応じて航空母艦化された出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されているそうです。新田原基地に配備される理由ですが、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であること、広島県呉に、加賀が配備されていることから、連携を強めることが可能な場所ということで、配備が決まったそうです。現状の計画通りに進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海自航空母艦の運用開始は、4年以上先になりそうですね。その頃には、現在活躍している大隅型輸送艦の代替艦の建造の準備も進んでいると見られますから、その仕様や進捗状況も気になるところですね。伊豆、本加賀の F-35B 戦闘機の運用実績によっては、本格的に航空母艦としての運用や、もしくは海自発の強襲揚陸艦として、代替運用する可能性も考えられます。もしそうなった場合、日本国憲法の解釈と整合性が取れないことになります。憲法上では、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としているので、これまで攻撃的兵器とされる航空母艦の保有を見合わせてきたのでした。しかし、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているのに、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府、自民党の見解も、はっきり言って、見境深いと感じられるものがあります。今後は、時間がかかっても、慎重に議論を重ね、国民に理解を求めた上で、進んでいくのが望ましいと思われます。